でもこの上のいいところと足元のんって思うところがあるまず、はい、てっちゃんの部屋ヤングジョッキーズ総合スペシャル、さあということで始まりました第4回てっちゃんの部屋になります。この番組ではいつも YouTube で配信を行っておりますてっちゃんのサガリベンジャーズの無敵の馬券総長こと元 JRA ジョッキー佐藤哲三さんとサガ競馬の騎手の方の対談をお届けしていきます。前回はですね、木馬で実践編をね、はい、行ったと思うんですけれども、早くも4回目ということで。今日もしんどいんじゃん。いつもヒゲレしてますもんね。今日もヒゲレしそう。あ、はい。もう、そう、そういうネタは持ってきました。なるほど。はい、もう、見どころ十分でございます、はい。はい、ということでございまして、今回がですね、12月16日、17日に迫りました、ヤングジョッキーズシリーズのファイナルラウンドにですね、佐賀競馬から、金山騎手と鴨騎手が出場されますので、サガリベンジャーズ一同で走行をしたいということでこの場を設けさせていただきました。でお二人も鉄道さんにね聞きたいことだったりとか、あと鉄道さんからのアドバイスだったりとかいろいろ聞けると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。金山騎手、鴨騎手が早速ね、鉄三さんにお聞きしたいことがあるということなので、はいはい、いろいろね、聞いていただきたいなと思うんですけれども、はい、どっちからいきますか？鴨騎手からいきましょうか。はい、じゃあ、鉄三さんに聞きたいこと。はい。いいですか？いいっすよ。はい、どうぞ。一つ目が、うん、僕ら佐賀競馬場で、右回りじゃないですか。そうですね。で、JRA のファイナルの時は左回りなんです。うん、はい。その時の左回りについての乗り方、鴨くんは何も気にせずに左回りは対応できんじゃないかなっていう乗り方の癖はあります。はい。それは今の座り姿にも出てます。座り姿、はい。自然な後で説明、足元取れてたかな？ってことはまた自然な座り姿で。騎乗にもやっぱりそういう癖が出てるんだよね。自分の体の使い方って多分気を使いながらやってるけど、そこのいい癖と悪い癖っていうところが出てくるんで、名古屋だったかな、ちょっと見せてもらったんだけど、それを確認した上でパッと観察させてもらったらそういうところがあったので、まあそれをおいおいちょっと話していこうかなとは思ってます。お願いします。だから左回りを気にするっていうよりも、まあ若干あぶみの長さって右回り、やっぱ右の方がちょっと長くしてるのかな。そういうわけではない。ではない。はい、ってことは、そんなに気にしなくていいとは思うけど、やっぱ体感はやっぱ違いますよ。そこは説明するっていうところではあれだけど、まあ、あんまり気にしないで、好きなように乗って好きなように走らせたらいいんじゃないかなっていうのが、まあアドバイスかな。気にしすぎてなんかさ、そのレースすぐ終わってしまって、あれしとけばよかったなとかっていうより、何がしたいかなって目的を持って、そのレースに心がけようと思ってチャレンジして、その結果っていうのを受け止めたらいいんじゃないかなと思うかな。ありがとうございます。まあ、中東なんで乗りやすい。もう、やったら全然違う、はい。そうですね、回りやすいし、うん、まあ、ダートも、1008だっけ、レースは。ちょっとわかんないけど、まあ、気をつけるんだったら、1008ダートの逃げ、先行逃げの馬に乗った時に、ちょっとな、坂の途中からスタート切るんで、坂のイメージでいくとちょっとつまずいたりするかもしれないから、そこはちょっと頭の中に入れてた方がいいかなって思うかな。やっぱ、坂って点からダッシュガンっていくじゃないですか。そうなると、斜めに行ってるんで、ちょっとミスステップみたいな、ことするところがあるから、一歩目はややゆっくりで、二歩目三歩目から行くぐらいの気持ちで出れたらいいのかなっていうのはあるかな。1008ダートであれば。芝は、まあ距離とかはわかんないんだけど、とりあえず、内、内、内、
で4コーナー回り切るときに周りのジョッキーが動き出すから、その後ついていったら結構連れてってもらえるかな。普通にダートは専用らしいです。ダートは専用、じゃあ大丈夫。あ、芝の切れ目のとこか、あそこが、まあ、ちょっとジャンプしたりすると思うし、でまあ向こうのレースもし乗せてもらって1008ダートとかってなったら、そういうとこは気をつけてた方がいいかな。専用ダートは香川も専用ダートぐらいのつもりでバーンって出していって、で芝の切れ目のところちょっと3、4カンポ行ったら抑えにかかれば、あとは勝手に馬が走ってくれるんじゃないかなと思う。で、うちは結構開く。開きます。結構開く。3コーナー、4コーナーのうちは救っていけるかな。足色がちょっと劣る馬であれば。僕はいつもそこ救っていってたかな。で、救っていって外行くんで、うちから今日もカットインしてたはず。うん、いましたね。竹吉。ああいうレースをイメージして、周りは右回り、左回りっていうのは違うんだけど、ちょっとカットインして外に振っていけば、結構馬の方が勝手に伸びていってくれるかな。まあそういう感覚がもしレースで、感じれたら、自分の財産になるんじゃないかな。今は強く言えば動くって思ってる。るところがあるんで、任せても大丈夫なんだっていうのが、中央のある程度の人気の馬だったらそういう風に走ってくれると思うんで、また違う感覚っていうのはできるんじゃないかなと思います。いい話してる。すっごい話。多分今うちのお母さん鼻血出してる。興奮してやばいって言ってます多分。さあでは金山騎手からも何か聞きたいことがあれば。そう。うん、まあ JRA 直線長いじゃないですか、はい、まあ、それで仕掛けどころってやっぱどこら辺からか仕掛けはと思ったんです、ね、まあジュースとかにもよって変わると思うんですけど、そうですね、大体どの辺が目安なのかな。ダートは専用ダートだったら直線回りきって押さえて良いドンでは踏み遅れるかなと思うんで、それこそ本当に今日の竹吉ヨッキーのうちちょっと作っていったような感じのレースをイメージして、はい、昨日のレースって結構皆さんガッて抑えたレースからゴーじゃないですか、一見ああいうのが良さそうじゃん、ああいうのが良さそうだからああいうレースを皆さんするんですよね、心がけるんで、自分がちょっと人気薄でポイント稼ぎたいなと思ったらその内懐を狙っていく。でまあそこはいつもよりもスピード感覚が出るから前に乗っかけないとか、そういう注意は必要だけど、うちまず潜り込んでそこから外に出せる進路を視野の中でしっかり確保する。それはやっぱり張り切りすぎない。で、中央のレースだからカバー広いし、乗りやすいし、このポイント欲しいし、っていうのをあんまり考えすぎないで、シンプルにそうやっていけばいいかな。で、それができなかったら次はそのうちじゃない外、シンプルにスピード乗せていけば、あとは勝手に走ってくる。わかりました。カランワってさ、そういう感じで走ってるじゃないですか。JRA の、もし、まあ、落馬した後の大間さんって、自然とうち入っていって、自然となんか、まあみんな避けてくれるっていうのもあるんだけど、伸びていくじゃん。はい、ああいう風なイメージで、それに乗っかるっていうのが、僕の理想だし、そういうイメージもあってもいいのかなって思うな。まあ、タイプに違うけどね。まあ、基本はそう、はい、です。はい、ありがとうございます。ちなみに、カモ騎手が、トライアルの時ですね、に、ちょっと振り返りたいというか、思うところがあったみたいなので、はいはい、そこも今回、鉄道さんに見ていただいて、ね、はい、アドバイスをいただこうと思っておりますので。はいはい、スタートしました。先行争い広がりました。手が動いているのは4番メモリーも、ちょっと気合いも入れたんです。差が見たいとおり、ウィープラッシュがいきました。
角田大が先行、この上のいいところと足元の金子千尋が2番手につけて、うん、7番ベルト、はい、浅野光大3番手、内2番のピッツベルニナ、大久保優雅がその後ろ、ここは来なかと思っちゃったんです、うん、でだから JRA の乗り役さんの横にこう添えて、うん、行った方が良かったんですけど、はい、もう、その時にファッツと言ってるんですよね。それは他の人たちも言ってるんで、なんか意外には見えてるみたいですけど、ここで対応ができてなかったんです。最初のコーナーで。そうだな、最初のコーナーは、もし、俺が思うようなイメージで言ったら、そこ対応できたかもしれない。はい、っていうところはあるかなと思います、はい。まあ流れとして、ポジションとかはいいと思うんだけど、はい、もうちょっと反応すると思うんですよ。ちょっと思いましたね。はい、でも反応してくれた、はい。なので一つポイントが、はい、やっぱり続いていくところはあるかなって。台が抜けて23馬身のリードさあ追ってくる、まあ、この辺はねもう古川奈穂が迫ってまいりました。さらにその後ろはウィップラッシュ、あるいは間からはちょこちょこまた先頭はメルト、そしてモズプラチナ、沈んでいくっていう形ではなかったんで、はい、ちょっとした馬の集中力が途切れてたんじゃないかなと思う。はい、そういうところが、まあ、ポジショニングとか、周りの馬っていうところを気にしてするっていうのは当然なんだけど、それよりも、自分のやっぱり、前回も話した中心作りっていうところが、ちょっとずれてんじゃないかなっていうところがあって、はい、そういうところが、さっき言ってた座り方、この映像を見せてもらって、カモ君どういう座り方するのかな、こう座った時に。たらやっぱこういう形やねん。ああ、で、足が広い。今の映像を見てても、スタートしてから、こういう形になってる。わかる？はい。こういう形になるから、こっち側は力入ってて、外面が、自分の体が反応しづらいねん。こういう形でいくから。はい。で、追っていくやん、こうやって。で、コーナー入って戻したら、しっかり戻ってんねんね。はい。浮くやん、体。浮くけど、詰めてるから、自分のこの中心がスカスカやん。はい。スカスカのままコーナー入って、あ、外に、っていう意識がそっちに行くから、馬が、あ、隙がある。今楽していいのかな。って思ってんねん。ってる、っていう風に自分では解釈するね。はい。ってなった時に、集中力って言ったよね。1コーナーの入りで集中できてないから、今日は普通に走っとけばいいのかな。そう思ってから、後で対応しても、やっぱり地方競馬の力量が、ちょっと、薄いというか、力強さに、ちょっとね、足りないっていうところでいくと、この4回コーナー回ってるところの3コーナーまでは集中させてほしいかなと思うんで、自分では集中させてこうしたい、ああしたいっていうのは思うんだけど、そこの対応かな？その対応のっていうのは分かんないじゃん。その意識の付け方っていうのは後でまた紹介したいと思うかな。そういう風な目で見て、どうしてもやっぱりこういう風に、俺もそうだけど、右回りとかだとこう入るんだけど、やっぱり進んでいく背中ってこうしたら馬もこうなるじゃん。はい、こっちに向いたままコーナーに入って戻したら馬が芯が入らないんで、そこは意識した方がいいかなって。はい。それは多分普段のレースでも絶対必要かなと思うから、カモ君のレースを見ててうまくいってる時って内を救ってくれるか外バーって行く時じゃん。はい、中救っていった時ちょっと反応しづらいとこってあるでしょ。はい、っていうのはこういうとこじゃないかなって。こういう感じで起こすんで、この背中のところがスカスカってなってる。っていうのを意識して、そういう風な目でこのレースを見ると、腰の前の背中の横っ腹のとこがやっぱり甘いかな。はい、そこはグッて入るようにした方がいいんじゃないかなって思ったかな。はい、なんかここがスカスカだから、こう浮いてきたら全然力入んないけど、ここグッと。入ったら、はい、これね、そう、後ろの横っ腹、側筋とかをうまくグッて馬の背中をつかめるようになったら、勝手に馬が走ってくれるのかな。はい、まあ、そこはまだね、これからだと思うけど、はい。でもまあ、その、自分の足のステップっていうのは、ちょっと意識した方がいいかなと思ったかな。はい。
急にガラッと変えなくていい、いつも言うように、意識して、あれなんか違うかもしれないっていうのが。要は力入ってるようで、こっち側の方が弱いわけや。まだ逆の方がいいんじゃないのかな。右回りの時に、こっちに行くよりは、こっちからこう入ってる方が、コーナーはうまく回っていけんじゃないかなって思うから、まあ、その辺がうまく走りやすい、内を通ってるか、外を通った時は、伸び足はしっかりしてるけど、真ん中ついた時ちょっと止まったりするような、何回もレース見てるとそういうイメージにあるんで、はい、っていうのはそういうところにもあるんじゃないのかなっていう、かのとこかな。はい。ああ。でも、レース見て位置取りとかっていうところは、自分的にはあそこフリーにしてて、馬は走りやすいんじゃないかなって思ったけど、乗ってる方側からすると、あれ反応してしないし、馬にもう少し引っ付けてポジションを落とした方がいいのかなってなった時に、その落としてるポジションをまた上げるのって力いるやん。はい、あのポジションでそういうことができるようになった方がいいんじゃないかなっていう考えかな。はい、ありがとうございます。その時に僕が考えてたのが、この馬は結構人気、予想しの方でつけてもらってたんですよ。はいはい。で、前のレース見ても、それなりに前には行ってたんで、はい。だから砂被せない方がいいかなと思ったんですけど。バックとかも。はい。で、早めに砂被せてるじゃないですか、うん。実際ちょっと嫌がってたんです。はいはいはい。嫌がってたんで、まあ、向こう上面、ちょっと佐賀みたいな、佐賀の馬場みたいに、砂が嫌がってる馬はもう早めに外出して、そこからガーッと伸びていく足を期待したんですけど、はいはい、そこでちょっと。まあちょっと、まあ初めての自分の環境とかもあるし、多分、ババの状態も多分違うと思うし、並びのダッシュのとこももう少し外だったらまた違ったのかなっていうところはあるけど、レース自体のことはもう終わってしまったことだし、流れっていうのは自分の中でイメージあると思うんで、イメージのないところを大事にするのは必要だと思うんですね。はい、だからイメージのないところって言ったら足元の運びで馬の動きがちょっと変わったりするところは自分の経験ではあるんで、自分もそういう癖があったから直してとか意識してそういうことは考えてたんで、そこかな。はい、レース自体はそんな悲観する運びじゃなかったと自分では思うかな。